まあ、点検しました。だいたい小さな葉っぱも描き終わりました。では裏に名前のシールを貼ります。周りを叩く前でないと貼れませんので、今叩く前に貼ります。もう少しですね。まだです。あ、ずれてきました。ではここに貼ります。この辺の位置ですね。乾かないうちはずらすことができます。はい、これで大丈夫です。では周りのこの地紋がある部分に色を叩きます。色は今このような色を作りました。これはローズピンクに白を足して、それからグレーも足しました。淡い色にしようと思います。薄い色の場合はマスキングをしなくても結構大丈夫です。このお皿は特に地紋がありますから、この地紋の上だけということで、はみ出ないように叩けば、こちらにマスキング入れなくても大丈夫です。濃い色の場合はマスキングは必要です。と行きつ戻りつして一周していきます。片道でずっと叩いていくと、最後のところがたまに乾いている場合がありますので、両側から
徐々に進んでいって、最後に色が両側から合うようにします。塗り残しがないか点検して終わりです。ムラがないか確認しながら何度か叩きます。だいたいこのようにできましたら、綿棒ですね、綿棒。一番端は金にいたしますので、端にはピンクがなるべく入ってない方がいいので一応拭き取ります。まあ、ピンクこれを拭き取らなかった場合もピンクの上に金がついても大丈夫です。ピンクはこのピンク薄い色ですから上に金が乗っても大丈夫ですが、一応拭き取ります。少しでも金の光がいいように。ゴミがついて、これで1回目の焼成を行います。焼成は3回を予定しています。輪郭を取っているような塗り方を今しているので、筆は細いものを使っています。